はい、どうもー、トゥエンティータカシです。はい、どうも、優勝カップです。はい、賞が入ってんの。あ、いいですね。優勝カップ、優勝カップ、あ、それややこしいな。どうですか、一週間立ちましたけど、立てへん。さっきシャープ19、ボル19の後にすぐボル20ということで、あ、もうでも言っても20そうですか、なあ、そうです。視聴者は12までしか聞いてないけど、いやし、あの視聴数も10人ぐらいやろうけど。いやいや違うわ、50聞いてるわ。ちょっと本当ね、頑張ってコンスタントやっていきましょう、はい。でも前も言ったかもしれんけど、いろいろ動き出してるっていう話はねしてますし、はいはいはい、はい、ちょっと別にすごい面白いなって企画は生み出てへんけど、なんか種になるようなことは出てんのかい、出てるんで、うん、定期的にやっていきましょう。誰も聞いてへんけども、うん、はい、まあそうやな、うん、誰も聞いてへんか知らんけど、からこそ、うん、あ、まあからこそっていうのもあるし、うん、ほんまに損すんでってやことやな、聞けへんかったら、ああそうやな、今から聞いといた方がええやんって、うん、ってもんにしていくから、はいはい、なんかありましたか。そんなことない。ちょっと選手はね、はい、まあでも選手はです、一回企画の枠を見直す回やったんで、そうですね、うん、はい、先々週はどんな話でしたか一切覚えてへんけど、そうですね、だいぶ空いてますんで、はい、でだからちょっと元に戻ってというか、はい、なんかテーマみたいなの決めてやった方がいいんじゃないですか。ああ、まあでもね、そうやね、はい、あ、ごめん、そういうことじゃないんやけどいいかな。あ、どうぞ。いや別に全然これも大したことないんだけど、はい、この間こんなチームあるんやっていうのがおもろかって、なんかいわき FC って知ってる、サッカーの、サッカー、うん、聞いたことあるんですね、まあ、だからその、はい、いわきだから、だから東北の方かな、はい、のチームで、おすごい面白いコンセプトやなと思って、あ、うん、やっぱりまだコンセプトとかって絶対あるよなって思ったんやけど、はい、そのいわき FC はやっぱりその震災で多分津波とかもあったからなんかもしれんけど、うんうんうん、そのサッカーチームのコンセプトというか、こういうチームにしようっていうのか、うん、ちょっともしかしたら俺の捉え方やったかもしれないけど、うんうん、あれでやってたんやな、松岡修造が出てるニュース番組やるの、何やったかな、ニュース報道ステーション、はい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 、でやってて、うん、要は倒れないチームっていうコンセプトでやってるの。なんかいいやろ、グッとくるくるやろ、うん、でやっぱおもろかったんやけど、そのサッカーの試合中に、うん、僕らもサッカーやったら分かるじゃないですか、うん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 、やっぱファウルもらいに行ったりとか、相手に負けたら倒れるやんか、うん、ちゃうの、倒れへん、試合も見たの、もちろんダイジェスト、もちろんこけるよ、こけることもあるし、うんうん、その気持ちとして、そうそう気持ちとして、うん、なんか倒れに行ったりとか、あ、倒れたりを極力しないっていうのって、なんかそう、もう本当にコンセプト一発で、あ、このチームええー、なと思った、ね、俺は、なるほどね、うん、あ、ええー、な、しかもで、やっぱりさっきも言ったみたいに、そのサッカーでもいろんなチーム、まあ、例えばバルセロナみたいなポゼッションサッカーとか、うん、まあ、わからん、地域密着型のチームとか、多分いろんなコンセプトを持って、各チームやってると思ったけど、はいはいはい、俺はもうこのいわき FC、まあ、その元々の成り立ち、うん、震災があってとかっていうことも踏まえて、はい、倒れないサッカーっていうのはめちゃくちゃいいなと思って、うん、確かに、だからこのチームはきっと伸びていくと思うし、うん、やっぱそういう試合って見たくなる、うんうん、面白いなと思った。だってどんだけファールされても倒れないんやで、うん、だ倒れる時もあんねんけど、もちろん、いや、わかるよ、倒れない、気持ちの上にそういう姿勢ってなんか素敵やん。でしかも結構その今までのサッカーの考え方と何やったら真逆とまでは言わへんけど、うん、その倒れないってこと、もうそれしか言いようないんやけど、うん、っていうのをちょっと思って、そうだからやっぱりコンセプト一個で全然見せ方が、もうサッカーの一チームですらまだあるなっていうのを思ったから、うん、だからバラエティもそうやし、ドラマもそうやし、ね、そういうコンセプトって絶対あるよねっていう。その、何がいいかって、うん、その、あ、それに気づいた俺がいいやろ。そうやねん。そうやねん。でもええな。うん、だからその、見てる人にも、うん、これ一番ええパターンやねんけど、はい、見てる人にも伝わってるわけやん。うん、そうやな、あ、それで震災もあんのかなとかって感じさせるのもあるかもしれんけど、うん、そもそもその試合の時に何があっても倒れへん、うん、変なし
倒れへんっていろんな目あって点差離されても、うん、負けない心みたいな、そうやな、うん、諦めへんっていうのも多分あるやろうし、うん、まあ、それこそシンプルにぶつかられたりファールされようが倒れんと頑張るみたいなのもあると思うんだけど、うん、そう思って見てもらえるっていうのが一個と、うん、内部的にもさ、うん、それをコンセプトにするとすごいこうはっきりすると思うんだよな、こうプレーが、そう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 、だから、まあ、一丸となりやすいなる、この指針がやっぱこう、うん、分からなくなるときあるやん、うん、かなあ、サッカーやっててもうまくやんのか、うん、かっこよくやんのか、パス回してるのかなったときに、いや俺らのコンセプトはこれやんっていう、だからこれを見つけれるかどうかやねんなってやっぱ思ったね。だから別にどんなお店でも、うん、あのどんなチームでもどんな会社でもやっぱりそれやん。それがあるからなんか大きい、まあ大きく成功することがいいとも思わへんねんけど、わかるよ、うん、そのチームが一つになれるな、それがすごい流行るかとかバズるかとか、もうそういうの置いといたとして、そう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 、せやな。で僕ちょっとあの今まあこれまああれかな、まああれやけどね、あるチーム、多いなあるチームをやってるじゃないですか、はい、あのプロデュースというか、男の子の、そうですね、はいはいはい、それもやっぱそうやもんな、どういうチームにしたいのかっていうことを明確に決めきることって難しいし、うん、やっぱりなんかどっかで聞いたことあるなみたいなことじゃ弱いし、これをね見つけるのは難しいです。だからコンセプト、まあコンセプトが大事やなんて別に元から言われてることやねんけども、なんか分かりやすい、もうめちゃくちゃ分かりやすい例でした。いいなぁと感じれたもんな、はい、少なくともな、うん、だって倒れないなんて、まあむちゃくちゃ悪い言い方すると誰でも思いつくやん、うん、でもなんかそれをコンセプトに持ってこなかったのを持ってきたりとか、まあもちろんそのバックグラウンドというか背景にドンピシャでハマってるみたいなこともあるんやろうし、そやな、うん、なんかだから絶対にまだまだあるんよ、絶妙なとこやな、うん、だから笑ってはいけないとかもそうやん、ね、いやめっちゃ失礼やけど、うん、別にや思いつくやろうけど、あのそれを番組のコンセプトにしたとか、アメトークとかもそうやんね、芸人さんのそういう話を、ね、まあちょっとアメトークはちゃうかな、うん、だからポツンと一軒家とか、うんうん、水の一軒抜いてみましたとか、やっぱりなんかそのコンセプト一発、もうその企画書一行で、あ、はい、こういう番組ねとか、はい、こういうチームねってやっぱ分かるやん、正直いい意味でね、うん、うん、それはやっぱ強い企画なんやろなっていう、うん、いいな、はい、なんかありますか、そういう強い、まあ、ないやろな。あるわ。あります、いや大事やな、いやいや、なかなか、いや、それはでも正味なかなか見つからへんよ、こういうのは。だってあの説もそうやん、水曜日のダウンタウンの、そうやな、うん、だからちょっとあのアメトークも水曜日のダウンタウンも、あとパッケージ感もあるよね、その何々な説って言い切ることで全部成立しているというか、いやあるよ、大丈夫、うん、みたいな、それはまあちょっとより、うん、あの番組とかによった考え方やけど、うん、それはめっちゃ色になるから大丈夫、うん、あのだから僕その映像で吉本さんとまあねよくやらせてもらったりすることが多いんですけど、はい、吉本、吉本興業、なんですけれど、はい、吉本さんがこの4月に BS 吉本っていうのを開局するんですよ。全然知らんの。あ、まあいいですわ、はい、でそれ何かというと BS ってまああのありますよね、衛星の BS 派ね、 BS が、はい、BS が今まで、ね、フジテレビとかみたいな、はい、何曲かしかなかったのが、まあその、はい、増やせるってなって、うん、多分ねチャンネルを、はい、で吉本さんと、まあ、あと何個か3個かな、うん、他の芸能事務所とか、まあ、ちょっとあんま知らないですけど増えてたら BS 吉本ジャパネットとかやるんじゃないですか。あ、そうなんです、そうです、知ってるんです、ジャパネットは、あ、ジャパネット知ってる、はい、吉本さんがやるのは知らない、まあ、開局というか変な、はい、1個局を持つっていう事務所が持つっていうのが、はい、なかなか不思議なというか新しい形になると思うんですけど、はい、だからそれでいろいろ多分もう普通に何て言うんですか、だから普通もテレビ局と一緒ですね、朝7時ぐらいからずっとレギュラーで、はいはい、テレビ欄があってこう、はいはい、タイムテーブルやって放送してくれるんでしょうけど、うん、まあコンテンツいっぱい作られるのが大変っていうので、うん、1個あの番組を一緒にやりませんかって声をかけてもらって、はいはい、1個やれることだったんですけど、はい、まだ多分あれかもしれない、知らないかもしれないですけど、その番組のタイトルが、はい、ガッツ 100% テレビになりました。なんかオマージュされてるあれガッツポーズ好きのあれ、あれ、あれ、うん、なんかだからちょっと気にするかなと思ったけど、はい、まあ全然違うんで、どんな内容なんですか、ちなみに。
あの出演者が、うん、パンサー尾形さん、はいはいはい、プラマイ岩橋さん、はいはいはい、天竺瀬下さん、あガッツ系ので、コロチキンナダルさん、いや、取っちゃうんじゃん、ちょっとでも、うん、あの要は企業案件を、うんうん、もうやる番組なんですね、うん、だから例えばアナザースカイって言ったらもうどこでしたっけ、あれ一社提供ですよね、アナザースカイは、はい、そうですよ、で、まあその企業、ね、はい、え、ジャルかなんだったっけ、じゃ日本、アナザースカイはあの資生堂かな、あ、そうか、うん、なんでアナザースカイ出したん、ややこしい、そういうことじゃなかったわな、でも一社提供じゃないんですけど、ね、うん、あの毎週企業は変わりますけど、はいはい、まあ、基本は1個のクライアントさんと向き合ってやる番組、うん、あで、まあ、企業案件なんかも死ぬほどあるわけじゃないですか、YouTuber でもね、人気 YouTuber がお菓子紹介するとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、うん、でも何となく僕のイメージで言うと企業案件ってこなすイメージというか、はい、ちょっと本気出さへんというか、ね、ちょっと手抜きがちなイメージあるじゃないですか、芸人さんでも、はい、なんかそれで本気出すの恥ずかしいというか、なんか嘘くさくなるというか、うん、でもそれが思んないんちゃうかって一周回って、うんうん、企業案件受けたからには全力でその企業の愛を表現してやった方がいいんちゃうかってのを前面に押し出して、うん、まあ、その4人が全力で取り組む、ガッツ 100% で取り組んで、一番良かったやつはもう企業から、うん、例えば分からんけどなんか1年分もらえるとか、はいはいはい、もしかしたら CM 契約結んでもらえるとかみたいな、ちょっとスペシャルなもんも企業さん用意してもらって、その愛に応える、だから商品とかも全力で紹介するとかを、まあちょっとやっていくみたいな感じで、面白そうじゃないですか、良さそうでしょ、はい、そんなことはやりますよって話でいやだからコンセプトを決めるときはちょっと難しくてさ、結局タイトルはもう俺が最後決めたんですけど、勇気 100% じゃなくて、あ、そう、そのようなかけだし、あの一応サブタイトルまで言うと、はい、ガッツ 100% テレビ、はい、笑いと愛が地球を救うって言って、24時間テレビをちょっと超える番組するぞってことで、いいじゃないですか、そうです、 BS で、そうです、あ、いいじゃないですか、愛が地球を救うよりも、もう笑いと愛で地球を救うぞってことで、はいはいはい、やりましょうという、ちょっと、あ、笑いと愛が企業を救う、うわ、間違えてるやん、タイトル間違えてるやん、まあ、ちょっとずつお待ちして、うん、はい、そういうのを考えるの楽しいし、いいですよね、やっぱり、うん、何やねんまあ、だからコンセプトね、うん、でも、そうやな、だから同じようなことでも見せ方一つ、うん、目線一つでやっぱ全然違うものにできるっていうのはあるよな、うん、視点大事やまあ早いな、え、まあ、全然、ああでももう14分早いなやで、まあ頭1分グダグダしてたコンセプトね、うん、なんかメモがあるとか言ってませんでした、ちょっとそれえいや倒れない FC いわき、うん、よかったよっていうことね、いやまだあるけど、あ、前でもそういえばなんかそんなん言ってなかった、それぞれのメモを見て、テーマみたいな、いやテーマも言ってたけど、いやメモ見てはもうなかったっけ、あのやっていますよ、え、どういうこと、いや前もなんかそんなメモ見てちょっとやってましたよ、まあまた新しいメモがあんやったらいいけど、あ、じゃあちょっとまだその次のね、うん、シャープ21はもう生配信しようと思ってるんで、うん、だからこれもね時系列めちゃくちゃですよ正直、生配信がさっき出たとかね、あ、でもあのやると思ってるから今ちょっとあえてそういう企画じゃないこと話しておくとしたら、はい、夢ありますか、この前ね、それもね、これもちょうどあなたとこの企画室でもないけど、飯行った時に言ってた気したんですけど、はい、僕が、はい、まあ、僕しか言ってないからね基本何をやどういうことあ、そのあなたは確か飯の時に言ってたのは、まあ、今が所属してる会社があって、まあ、水戸銀行かなんかよう知らんけど会社があって、はいはいはい、担当してるこう、うん、チームがいますと、はい、でそのプロジェクトが一段落した時に、うん、どうしようかなみたいな、あ、その先の人生、はいはい、見たこと言ってて、うん、ああ確かになと俺も思って、うん、何があるんやろうなと、で、それこそ共通の知人のあの作家ムニエルさんいるじゃないですか、ああ、はいはい、ムニエルさんとこの前仕事終わり、まあ、飯食ってて会って、うん、夢ってありますみたいな話になって、はいはいはい、で夢って言われたらやりたいことは俺いっぱいあるけど、うん、夢って言われたらむずいなと思って、うん、で藤井さんは実は一個夢はジャルジャルが日本一になることやったんですって、もともとうん、はい、でそれは別にだ自分が関わったとか自分のなんか手助けとか関係なく、はい、とりあえずやっぱ自分ずっと座付きとしてずっと一緒にやってきたジャルジャルが日本一になるってことが自分の夢でもあったんですって、うん、それがまあ一昨年かもうキングオブコントで達成されて、達成されたから、でも日本一やん、まあ明確にコントの1位になってんやから、
うん、だってお笑い日本一、まあまあ、1個、まあ、それは別に M−1 にしろないろいろあるし、うん、キングオブコント1ってやっぱ1個日本一取ってると思うから、うん、いろんな大会だから、ね、だから日本一になった時にちょっと燃え尽き症候群じゃないねんけど、うん、達成したってなって、あこの先どうしようかなみたいなちょっとふわふわして、うん、それが今もまだ続いてるらしいんだよ。いや、こうだけだから、まあ、ふわふわ家系やからね。何をそうそうゴールにちょっとやっていけばいいんやろうなみたいなことちょっと思ってるらしくて、まあ、模索しながら今もちろんおもろいこと好きやとか、ミネリさんで言うとサッカー、お笑いはもちろん好きやけど、うん、サッカー好きとか歴史好き、ファッション好きとか、そう好きなもんあるから、うん、そういうの携わってやりたいはあるけど、大きい夢なんやろな、みたいな言ってて、うん、あ、そうなんですね、なんて言って、うん。で、俺は、じゃあ、例えば映画撮りたいとか、まあ、やりたいことはいろいろあるけど、なんか夢って言われると、なんかちょっと違うなって気がして、る、うん、中で、一個、これちょっとアバウトというか、漠然としてるんですけど、はい、夢見つけまして。ああ。それはもうだから、僕なんかアクションじゃないですか、今年テーマ。はい。だから何知らんねん言ったやろ。アクションなんですけど、アクションはもうやり続ける。で、今年どんどんいろいろやろうと思って、うん、なんて100個やろうと思ってたりとかあったりするんですけど、それじゃなくても一生涯かけて、いや、自分人生をかけた夢っていうのをちょっと作ろう。あ、これがええんちゃうかなと思った、はい。2個あるんですけど。2個も、はい。欲張りやん。はい、うん。1個は、世界初を作る。あ、いや、世界初っていうものを生み出す、うんうん、生きてる間に、まあ、これ一個です、はいはいはい、でもう一個は、うん、世界一を取る、うんうん、世界一っていうものをなんか取る、うん、これは、うん、ほとんどいいと思うね、やっぱり。どういうこと、世界初で世界一位だってこと。あ、違う違う、それはもう二個別々で取っていいし、このまあもうこれだけさっき言っておきますわ、リスナーの皆さんに何万人いるか知らないけど、はい、なので、おれへんで、まだ言葉のあやというか、もうやからがね、うんうん、じゃあ世界初を取った時点で誰もやってんことやねんか、もう世界一なってんちゃうかみたいな言ってくるやついると思うんですよ。しょうがないねん、そんなは。どういうこと、いや、世界初を作ったとするってことは、うん、誰も挑戦してんことをやったわけやん、多分世界が初めて、うんうん、その時点であなたは世界一位じゃないのみたいなこと言ってくるやからがおるかもしれんけど、そんなしょうがないこと言ってんちゃうねんって言ってんねん。だから、そういうことは言うてん。言うてん。そんな数おらん。これやらげるほど。で、それはもうさっき防いどくんですけど、はい、そういうのじゃない。世界一っていうのはちゃんとなんか順位があるもんで世界一位になる。なんか売り上げが世界一位とか。ギネス乗るとかじゃないの。それもいいやん。ギネスは明確世界一位。じゃあ、極端な話、なんかその。今でない競技で。うん、とか、そういうの。それはしょうがないやん。そういうのなし。だから。でも逆に、だから、例えばお尻でくるみ割りとかあるやんか。うん、うん。そんなんで1になっても、それでもいい。まあ、それでもいいよ。そんなんでええの？でも目立たへんで、それは。それは目立たへんけど、そんなんでもいい。だって、世界一と思って、オリンピックとか、ワールドカップとか、そういう世界大会で優勝するか、うん、そういう売り上げとかみたいな、単純に数字として世界一になるか、うん、まあ、ギネス、うん。これぐらいしかないんだよね。だからほとんど、例えば、来年でってどういうこと？例えばさ、でって、じゃあ、なんか今成功してるっぽい、ひろゆきさんとか、うん、そう前田社長、孫さん、うん、西野さんとか、まあ、うん、世界一になったんかい。でもそう、世界一って多分取ってへんと思うねんな。だから、オリンピックとかが、で世界一取る人、やっぱすごいと思う。逆にそれで言うと、オリンピックで世界一取ってる人、山ほどおるんじゃん。え？あ、おるけど。別にそれ関係ない。うん、関係ない。自分の中で取れたらそう。そう。うん。で、まあまあ、俺らも正直さ、うん、大学俺は試合出てへんけど、サッカー日本一だったりとか、まあ中高俺は日本一だったりとか、うん、日本一って、やっぱ、はい、取れる。うん、大きい夢じゃない気がして、もちろんすごいことやけど、うん、世界一になるってことはやっぱりそれだけ価値あると思うねんな。うん。で、なんかで俺は世界一死ぬまでに取るし、うん、世界初ってものを生み出す。で、今2個はちょっと人生をかけた夢にしようと思って、素敵ですよね。世界初か。世界初って、まあ、なかなか、どういうことか。言いようによっては、うん、誰もやってへん。隙間縫えるみたいなのもあるかもしれんけど、うん、でもなんか、そういうことじゃないことですね。そう、難しいなぁ。それこそ、俺ら大学サッカー部のね、はい、LINE で今日、たまたまキャプテンの松がね、はい、なんか、風間さんの、あ、見てないわ、俺ちゃん。見てんの風間さんのなんかヤフー、なんかの記事を、うん、
世界初を作ってるみたいなことやったっけ。そう、うん、で誰もやってん、世界でもまだ誰もやってんことを今作ってるみたいな感じで、あの指導としてなのかな、システムなんか分からんけど、うん、それはいい考えやなと俺もまさに思ったから、俺も作るって書いたいけど、そういうこと。その2個を僕はちょっと、でもそれはなんかおもろいなと思って目指すと、だからそういうの何、 あなた夢は見つかりましたか。いやいや別に夢、いやなんか難しいよな夢って。なんかその夢を持つことが大事よりも、こうなりたいなっていうのはもちろんあるで、こんなことしたいなもあんねんけど、それが夢かって言われたら夢じゃない気もするなと思う。叶うか叶わんかじゃない気がしてきたな、もうこの年になってきた。え、どういうこと。じゃ例えば、はい、総理大臣になりますっていうことは夢なのかって言ったら、うんうんうん、別に、夢じゃない。いや、なんて言うの？わかる？言ってること。うん、で今の会社の社長になることが夢かって言われたら夢ではない気がするのよ。うん、でも目指してるものやったりとか、はいはいはい、チャレンジしたいことでもあるし、達成できるかどうかわからんみたいなことでもあると思うねんな。うん、難しいな、夢。サッカー選手になりたいみたいなのがあるやん。昔から言うと分かりやすくさ。うん。うん、それは夢。で、総理大臣になりたいは夢じゃないの？難しいね。難しない。いや難しいのよ。うん。世界一じゃん、その世界一になることが夢なんて言われたら、それも、いや俺がね、うん、あなたにとっては夢なのかもしれんけど、うん、俺が何かで本当に世界一になりたいなと思った時に、それが夢ですかって言われたら、うん、うん、夢じゃない気はす、なんか。ジャルジャルが日本一になることは夢。さっきのムニエルで。うん。いやー。なんなん夢って。だからちょっともしかしたら、だから、あ、わかった。出た。叶うか叶わんか、やんか、夢って。うん。叶えるか。叶うか叶えへんか。うん。でも、世界一は、なれるかなられへんかやん。うん。まあ、以上です。いやー。いやいや、難しいんだから、なんやろ。うん、でも、まあ、夢も当然、夢を叶えるためのステップっていうのはあるわけやんか。まあな。もちろんあんねんけど、何やろうな。そういうこと、夢と目標の違いってさ、結局むずいとこやからな。うん。そう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 。不老不死とかの方が夢かなと思ったりするけど。あー。な、例えば、火星に住むとか。ちょっと非現実的なことなのかな。子供にとって、当時の僕がプロサッカー選手になるってことはやっぱ非現実的に感じてたんやん。でも今別に総理大臣になるってことが非現実的に限りなく近いと思うけど、やれんことはないんちゃうのと思ったりしても、がっつりカットしようか。いや、夢って、うん、でもほんまおもろい、うん、あの、おもろい言葉、うん、ベスト2に夢は入ってるって言われてて、いや、1位かもしれない。1位でいねんけど。え二個同じようなやつが俺の中であって。雲。あ、ちゃうな。え、そういう、じゃ全然違う。夢がおもろいってなんでなの？だから見る夢と、寝てる時に見る夢 と、そういう願望的な夢を、うん、これはすごいな。同じ字にして、英語でも一緒やん。これはドリームね、両方。お前。これを考えたやつっていうのは、ものすごいなんかこう。すごいな。英語もそうやん。おしゃれ。確かに。うん、おしゃれやねん。なんか、うん、それ、どっちも夢にしてるっていうのが、なんか、うん、夢やん。しかも英語もやで。言うてん、俺が。確かにドイツ語とかどうなんやろ。いや、でも、例えばスペイン語とか。だから、そこを。調べてる。スペイン語で、夢は、一緒なのかいな。それ全世界一緒やと思うで。いや、でもそうやろ。だってそこはさ、英語がそうやねんから。なんで？でも、いやいやいや、英語がそうでも別に、英語なんか最近、あ、そんなことないから、イギリスやろ。夢。え、でもだって、例えばなんやろな。あー、でも一緒ですね、ドイツでも多分。ええ。トラウムみたいな。トラウム。え、その、見る夢と、叶える夢と、そう。見る夢？そう。ええー。あ、それすごいな。トロイメンだ。トロイメン。あ、トロイの木馬のトロイ？ちゃうかな。もう、全部一緒ですね。ええー。あとやっぱ、うん、もう一個言っていい？すごい言葉。夢に出てくる。ボケ。あ、ボケるっていうこのことと、それは日本人だけかもしれんけど、怪しい、うん、その地方のボケから来てるんじゃない、それは来てんねんけど、うん、夢がちゃうやん。あ、そうやな、うん、
でも、あ、だから、おしゃれな言葉やな。そのボケるをボケるにしたっていう、このつなぎ合わせのおしゃれさは、何ものすごい優しい、こう、なんちゃうな。わかるやろ。ええなっていう。あ、もうなな出た。歌え、コンセプトは。歌え。歌は反対か。コンセプトは何？コンセプトが大事やって話は言えた。いや。弱いな、何にも出てないな。ちょっとじゃあ途中バッサリカットしてもうちょい行く？うそやな。ちょっと見ようか。2半からやりますとかって、もうちょっと告知してもらうかな。言うてんねん。踊る大捜査線の話って俺したっけ？したよ。あ、した、ここでしかも言った？うん、もう、メモにあったよ、踊る大捜査線。むずいな、コンセプトはでも。ちょっと。はい。これでも、生配信。でやってもいいかわからないし、ちょっと触りだけ言うと、うん、自己分析、うん、セルフプロデュース、セルフプロデュースするために、うん、自分をプロデュースっていうか自分をやっぱ売り出すっていうのは大事なことやん、はい、今の世の中、うん、あの SNS があるからもう誰でもできるわけやん、うん、でやっぱりそれっていろんな仕事につながったりとか絶対大事やん、うん、その上でやっぱ自己分析って絶対できなあかんと思うんだけど、うん、自分のストロングポイントとか、うん、長所、うんっていう明確に分かる、うん、なんかそれ活かせてるみたいなあって、あの俺はなんかな、そこが俺正直、うん、日本いや世界を変えれるぐらいのパワーはあると自分では思ってんだけど、うん、あ、自己分析、あのどういうこと、そう、自己分析、結果、自己分析はできてへんねんけど、うん、パワーあると思ってんねんけど、うん、それをうまくこう使えてへんというか、こうまだこう噛み合ってへんとこがあると俺の中で思ってて、うん、例えば、うん、中田あっちゃんで言うと、うん、お笑いとしてめっちゃおもろいかっていうよりはプレゼンしたりこう伝えるってことの能力の高さ半端ないわけや、面白く、うん、だから変な話、あの YouTube 大学で言うと、うん、一冊その本読むよりは、うん、あっちゃんのあの動画見た方が、うん、本読んだよりおもろく知れたりとかするぐらい、うん、半端ない能力が高いわけや、うん、っていう、あっちゃんは多分自分の能力と、うん、そのやってることっていうのがすげえリンクしてると思う。はいはいはい、で、ひろきさんで言っても、うん、あんだけ頭いいとか知識が膨大あるっていうので、うん、多分元にチャンネルとかも、うん、元々なし込んできたことすごいにしても、うん、今の YouTube の一個革命で言うと、結、う、局、ん、スーパーチャットで、うん、ただお金払って質問したい人に即席で答えていくだけやんけど、うん、それすらめっちゃ見られて、うん、さらにそれをこう切り抜きでさ、うん、テロップ入れてやる人がいてっていうので、もう、すごい、まあ、ファンがいるし、うん、それこそ、自分の能力に合ってることで、多分ノーストレスでやってるというかさ、うん、思ったことをただバーッと答えてるだけ、うん、っていう、自分のストロングポイント、ローランドさんで言うと、うん、まあ多分喋るとか言葉が得意とかっていうのがあって、うん、ホストでやって本当成功して、まあそれ以外にもできてるみたいな、うん、そういう能力とか自分のストロングポイントと、売り出す部分と、その、それがうまくこう合致して世の中に出せてる人と、いるなと思って、うん、それが、自分でこうちゃんと分析できてる自分の能力と、うん、それを世の中生かす作業っていうのがちゃんとリンクできてると思う。わかる？いや、おもろいね。わかる？やらない。あの、うん、いや、あの、質問があんま読むから。つまり、うん、自分の今の仕事は転職かってこと？仕事は仕事でええねんけど、うん、もうちょっとちゃんと掘り下げた分析できてんと、例えば映像作るってことは別にいいやん。うん、その中でも、うんうん、こういう映像の作り方するとか、多分、藤井健太郎さん、それこそ水曜日ダウンタウン藤井さんも俺、あの、私テレビで NHK の番組やった時、言っててんな、その。あでも確かにそれで言うと、あどうぞ藤井さんの話を聞きたいな。いや、もともとは、いや番組とかやっぱリサーチするんですかって、うんうん、あの、さらば森田さんが聞いて、うんうん、いっぱい見ます、番組とかって。うんで、昔は見てたと、うん。それこそやっぱもう情報収集というか、うん、知っとかなあかんから、1.5 倍とか早送りで、バーっていろんな番組見て、うん、なんとなくこんなんじゃって、こんなコンセプトで、こういう番組なんやってわかる。いや、細かい笑いとか、まあもう見てる時間もないし、うん、情報収集とか見てるだけ早送りで見てたと。でも、ある一定の時から、もう自分の型ができて、うん、なんとなく自分はこういうパターンにはめるのが好きやなとか、うん、こういうパターンで構成するなとかっていう、自分の型ができてからはもう見えへんようになったって言ってて、うん、もういらんねんって、それは。うんでもそっちでやっていくようになったって聞いたときに、かっこいいなと思って、うん、その、型って言えるもんがあるっていうのめっちゃいいなと思ったときに、うん、俺は多分、
まだそれがよく分かってん、自分の中で。まあ、それでだから、今言いかけたのが、まあ、バラエティじゃない気もするよね。俺が。あなたは。うん。ああ。その。ええー、面白い。だって別に、まあ私もあなたも、人としてめっちゃおもろい人じゃないやん。まあ、なんていうんやろ。わかるよ。その、これが面白いかどうかっていうジャッジは、まあ自分の中ではできてるとは思うけど、でも別に、じゃそれを考える人間かって言ったらそうでもないし、その、よりは、まあ、特にあなたは、はい、こう、まあ、分析して、うん、それを伝えるみたいなことが得意だとしたときに、うん、それがバラエティなのかって言われたら、まあ、俺もやけどね。俺もそんな、なんか。だから俺、めちゃくちゃお笑い大好きで、そうそう、お笑いバカってわけじゃないもんな。そうそう、お笑いは好きやねんけど、うん、好きやねんけどぐらいやん。だから別に今年入って自分のやってる作品も、あの、別に、笑いのやつなんて一つもないし、うん、でそういう意味で、だから、もちろん笑いのことでやるのもできるとは思うけど、今のことで言うと、ベストなんかで言うと別に、もしかしたらバラエティじゃないかもしれへん。なるほど。うん。いや、あの、それを、うん、あの、お互いの、だから、うん、自分のいいとことかっていうのを、いまいちまだ理解しきっていい可能性があるわけやん。はいはい。それを、うん、ちょっと、ここは恥ずかしげもなく、うん、お互いに言い合う。これで生配信でやらんほうが誰も聞いてへん可能性のある誰かわからんやつをお互い褒めたら気持ち悪いいやここがいやそれってだから意外とわからへんなと思った時にそのいろんな人聞いたほうがいいかなと思ってこういうとこが長所なんちゃうのなんちゃうのまあまあおーたまあこれは、うん、あの歌えへんのかよ何やねん歌なんていうかまあまあまああのだから、どっかでやってもいいかなと思って。生配信でやるテーマじゃないかもしれんけど、はい、ええー、とこ、分析するっていうのは意外と今後につながっちゃうかなっていう、その、ああ、自分のストロングポイントここなんやって多分分かってやるって強いと思うんだよな、そっちの方が。はいはいはい、以上です。ええー、回やったら、結局、今日も出してみました。Do you remember? 企画こそね、企画室と言いながら、あの先週でしたかね、ショーが企業企画っていうのは形にならんと企画じゃないんやったら結構ええこと言うてましたよ。でね、それで言うとね、この2回に関してはね、企画の種すら出してますよ俺ら。でもね、こういう回もええっちゃええんで、次から出していきましょうや。ありがとうございました。